はい、どうもこんにちは、高島です。とんでもない展開になってしまいました。とりあえずその様子をご覧になってみてください。はい、小川さんがね、今日来てくれるっていうことで、このキャビネットが製品版が来るっていうことでね、ちょっと気になりますが、どんな状態でしょうかね。そろそろね、来る感じなんですけど、これがね、製品版だとまたちょっと違う雰囲気になってるといいんで、来た。はい、こんにちは。あー、行きます。はい、視聴者の方もおそらく壁に飾るものどうしたらいいのか問題とか、あとは照明とかも選ぶの難しくて、いやちょっとなんか次また作りたいですね。いや絶対面白いですよ。やりますか。やった。どうもすごい眩しい。はい、あーどうもこれですよね。はい、めちゃくちゃこれだけなんですね。はい、すごいコンパクトに、めちゃくちゃ小さいっすね。小さくなっているので、ちょっとじゃあ中どうぞ。はい、はい、お邪魔します。おーい、はい、おー、これが届くわけですね、実際に。はい、これがこう直接持ってきていただいちゃって、今回はあの僕が黒猫大和さんの代わりで届けに来ました。結構コンパクトになるもんなんですね。はい、まあ、確かに。そっか、板というか。そうですね、板なんで。ちょっと段ボールも、はい、あの特注の、こういう白のオリジナルというか、そういう感じなんですか。なんか白にしてくれたんですね。そうですね、あえてちょっとあのすごい、すいません、変なとここだわってました。いいですね。これは足ですね。あ、足が4本、はい、4本入れていた。これが天板ですね、製品版の。はい、でつまみが別なので、はい、あ、つまみはあのー、あ、出っ張っちゃうから、っ出っ張ってしまうと、あ、自分でつけてもらうって感じで、はい、ついてしまう可能性があるので。なるほど、丁寧ですね。これは、はい、メインの。お、扉が、はい、扉あれですよね。もうこのサンプルよりも結構なんていうんですか、張りとかもしっかりまた変わってるって感じでしたよね。自信持てますね。あ、本当ですか。おー、針のちょっと前甘さが少しあったところも、そうですよね、もう一度ちょっと試しをして、やりましたし、塗装も少しある程度ナチュラルになりましたし、まあ、本当に細かいところの爪はサンプルと比べると結構良くなりましたか。はい、良くなったと思います。あー、すごい、はい、出た形に。おー、いい。ちょっと見てみようかな。はい、おー、すごい。この辺もやっぱり高級感ありますね、オーク材使ってて。そうですね。あ、これでも張りが強い。強いですよね。はい、こっちと比較すると結構違うかもしれない。ちょっとこう、こういう感じだったんですよね。やっぱり初めからちょっと甘かったのかな。ちょっとそうですね、今日は晴れてるから結構張ってるんですけど、はいはい、雨の日とか湿気が強い日はちょっと、はい、緩くなったり。ちょっと、はい、で今回1週間ぐらい雨だったんですね。あ、はいはいはい、ここ1週間ぐらい東京の雨だったんで。確かに。で1週間様子見たとこ全然問題なく、はい、ああ、とはじゃあ、だってこれもう張りがすごいですもん、うん、強いですよね。うん、あの椅子の張りぐらい。そうですね、テンションが、はい、こんぐらい張ります、はい、張ってますね。こちら側に、はい、つまみを、あ、つまみをここつける穴が開いてる、はい、あとはこの裏面のヒンジの穴と、はい、これが、はいはい、ビスの穴を、下穴、はい、下穴開けているので、はいはいはい、ここに合わせてこうビスを止めてもらうと。結構簡単にできる感じですよね。そうですね。あと裏もあの美しくということで、綺麗に、はい、すごくなってますね。仕上げています。すごいな、これは。やっぱ製品版はクオリティがまた違いますね。そうですね。あ、この黒い部分もかなり綺麗になってますよね。そうですね。あ、ちょっと比較してみようかな。そうですね、例えばこの角のところとかを比べると、この辺がやっぱりちょっと塗装が乗らなかったところとかも綺麗になってますね。はい、まあ、確かにちょっと違うなっていうのがありますね。じゃあこれがあって、あとは天板が、天板はそこまで変わりはないって感じ。あ、そうだ、裏の
この滑り止めがありましたね。はい、裏の滑り止めなんですけど、はい、サンプルの時は結構全面に使ってたんですけど、全面いらないねって話になりました。おー、いい雰囲気。あー、2本こう貼るような、はい、貼ってあるような感じで。そうですね、これでもう十分ずれないって感じですもんね。全然ずれなかったですね。あ、じゃあこの幅とこの2枚で、はい、そうですね、重みもそこそこあるから。そうですね、全然大丈夫ですよね。この辺の作りもやっぱいいな。これあの最後、はい、あの高さんとデザイン詰めてた時に、はい、やっぱこういうディティールがあるんじゃないかっていう、ま、丸くなってる感じですね。ほんとここがあるだけでだいぶ、うん、あの品質的品格というか、うん、ちょっとありますよね。曲がりましたよね。そうですね、うん、何かあったらいけないと思って、段ボールの、はい、この厚みも、はい、ちょっと厚くしたんですよ、要は梱包に強くあ、はいはいはい、衝撃できるように、気持ちちょっと厚い段ボール。あ、そうなんですね。で、何かあった、何かないように。そうですね、かなりしっかりしてますよね、硬い、なんか硬いそうですよ。ではこんな形で、これもね、やっぱ違うんですよ、これがあるとないとで。これいいっすね、ねえ、この足の足。おお、はい、あ、なんかゴールドの感じがちょっと違います、もしかして。あ、でもどうなんですか、もしかしたらちょっと違う気もする、ちょっとね、前のやつがサンプルがゴールドの感じがちょっと違ったんですよね。金色というかちょっとね、落ち着いた色だったんですよね。これはこれでいいっちゃいいんですけど、まあでもこれぐらいの方がヴィンテージ感あるかもしれないですね。ヴィンテージがちょっとあの、うん、数回これあのやり取りしてた中で、そうですよね、はい、うん、高級感あります。あ、ちょっと違いますね、裏側が。裏はですね、もうちょっとごめんなさい、いいやつって言ったんですよ。今までのやつは一旦ちょっとサンプルだったんで、仮だったんですね。仮だったんですけど、今回は少しちゃんとしたやつ。確かに高級感がちょっとあるすいません、細かいところであの使用グレードアップしました。うん回転して調整する感じで。そうですね、こんな感じで、まあ、ちょっと並べるとは、まあ、ほとんど分かんないですけど動画越しだと少し分かりにくいかもしれないです。実物見ると結構違うって感じはありますね、はい、そういえばあれか、IKEA のヒンジと買わなきゃいけない。本体はあの、ね、そうです、買っていただいて、はいはいはい、購入してる人は本体と扉をつけるためのヒンジを購入してもらうと、はい、そうですね、ヒンジが結構忘れがちというか、ね、確かにあのこちらにはヒンジがついていないので。そうですよね、そこだけ、うんうん、気をつけていただければと。そうですね、はい、じゃあそれちょっと軽く組み立ててみようかな。そうですね、一応もう本体もあるんで、ヒンジもちょっとやってみましょうか。ちょっといいですかね、はい、はい、普通のドライバーでいいわけですよね。そうですね、はいはい、じゃあ早速一回扉を外すところから。これなんか丸い穴にはめてネジを回すだけってことですよね。なんか端からつけた方が取り付けが取り付けやすいしやすいと思います。なるほど、既存の、そうですね、ついてますね。ここで外していきます。うわ、すごい、ダブルこういう技もできるんです。そういうそんな能力もあったんですで、これですね。で、これですね。いや、これがいいんだよ。こんな感じでやっていただきます。いいな、もうこの時点で結構いいな扉の開く方向、はい、あ、これ両方いけますからね。そうなんですね、あっちがこれと同じような開き方してるんで、ね、反対にしようかな。反対にしましょうか。はい、2個並んだら相当いいだろうな2セット買った方は1人だけいまして。あ、本当ですか。はい、と、はい、この穴を合わせる、穴を合わせまして、こうつけてあげると。これ上下もないですからね。そうですね、反対向きでもいけるってことですよね。
じゃあこのヒンジをまずですね、こっち側じゃなくて穴が合うようにこっち側に、はい、取り付けます。はい、完了、OK、です。やっぱり取り付けるときに、はい、こう注意点ですか？立たせてる状態で扉をつけるっていうのはちょっと大変なんですよ。はい。ちょっとああ下にする方がいいですね。下にしてあげて、そうですね。こういう形で はい、家具を組み立てるときに言われたんですけど、基本的には全部上から下上から下っていう。しないと歪んでくっついちゃったりとか、そうですね、そういうこともあるので。なるほど、ここポイントですね。結構そうするとまあ合わせやすいのもあります、ね、コツとしては、はい、全て締めずに仮止めみたいな感じ。そうですね、決まったら、はい、は固定していく感じですね。して、はい、じゃあこれでもう、はい、扉が設置完了ですね。でつまみは最後に取り付けた方が、はい、あ最後でいいんですね、はい、つまみ？つまみですね、はい、最後このつまみをつけてあります。はじめ手でちょっとこう軽くかませてあげて、はい、ドライバーで、はい、あー最後だけちょっと締めて、そうですね、してあげれば OK、はい、と、はい、おあしっかり硬いですね、はいはい、これで完成とか、はい、まああと板上乗っけて、はい、棚板は別なので、はい、あそうだ、棚板は別で IKEA で必要な人はフレームプラス棚板欲しい分だけ買っていただくというか感じですよね、はい、棚板もめちゃくちゃ安かった気がします。1000円ですか？じゃあまあなんか本棚だったら1段とか、ね、何か小物を置くんだったら2段とか、あ3段とかね、はい、そんな感じですね。少なくとも1段ぐらいあると使いやすそうな気がしますね。そうですね、なるほど。あ最後はい滑り止めが、はいはいはい、ついてますと、で完成と。完成です。おお、これでうちにあるのが一応サンプル端子で2台になりましたちょっとあれ観音開きみたいな感じにしたいですね、はい、ちょっとやってみようかな、うん、めちゃめちゃ違いますねこれ2台めちゃくちゃかっこいいですね。2台やばいなこれ。うわー、2台のパターンいいな。全然違いますね、こう見ると。いや、2個買った人1人いましたけど正解ですよ。あ、本当ですね。植物と多分合うんですよこれ。さらにこういうのを置いて、あーいい。今つけてないですけど照明とかでこんな感じで雰囲気合ってるめちゃくちゃかっこいいですね。なんだこの感じ、この統一感やばいな。いやこれは本当最高でしたね。これ揃えるとこんなに良くなんだみたいなところもね。いやこれの低めのテレビボード的なものでもなんかありなような気もするし、コメントありましたね、テレビボードが欲しいっていう人が結構いますね。結構高いし、そもそも変なものをやると結構しょぼくなっちゃうし、目立ちますね。テレビ置かれるからやっぱ注目されちゃいますしね。そう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 、いい仕上がりだな。よくこんなのできましたね。本当作ってくれた職人さん職人さんもすごいな。岡田さんっていう方なんですけど、岡田さんも本当でもいいし、対応力もすごいし、人としてもすごい。ここもちょっと職人気質というかところがあるんで、やっぱりそういう作ってくれる方がいて、いやでも本当そうですね。全然僕の力というよりも本当その作って形にしてくれる方がいるから、高さんともお仕事できるし。なるほど。そういう方たちの感謝は忘れたら、なるほど、できません。そうですか。できません。いやありがたいですよ、なんかいろいろお願いしちゃって。いやいや、めちゃくちゃ勉強になりましたよ。へえ。今回の何がですか？やっぱり、まあ、物を作っていく過程って、まあ、様々じゃないですか。今までは僕どちらかというと、まあ、自分でマーケティングをして、じゃあここに向かってっていう形で自分のブランドもそうですけど作ってましたけど、やっぱり今回タカさんと一緒に
まあ、もう本当深いところから入っていって、うん、一つのものを形にしていくっていう。で僕が多分デザインを作ったら、うん、こうなってないんですよね。あのいわゆるその本当自分のテイストというか、うん、なっていくところをやっぱりタカさんとの打ち合わせの中にここもうちょっとこうした方がいいんじゃないかとか、うんうんうん、色とか形をとかっていうのが、うんうんうん、僕にとってすごく新鮮だったし、これ見たらまた何か作ってほしいって感じですよ。ぜひ。いやもう、いやこの部屋に足りないものを揃えていくっていう、あめちゃくちゃそういうプロジェクトです。めちゃくちゃ楽しい。いやいいっすよね。いやでちょうどなんかこの部屋を、このスペース、ちょうどこの奥のスペースがあんまりうまく使い切れてなくて、はい、で今そういったなんか動画とか作ってたんですけど、まあ、どうやって作ったらいい部屋になるかみたいな、なるほど、作ってたんですけど、それに足りないのって照明とかあとはちょっとしたものなのかなっていうのがあって、例えばこの壁ちょっと結構、まあ、こう意外と違和感ないですけど、壁に何か絵というかなんかあってもいいのかなとか、アートあったらすごい映えそう、ね、そうそうそう、この間のライブでもちょっと話したんですけど、アートみたいなのもあるといいなっていうので、はい、ここになんか入れれそうじゃないですか。まさにそのスペースですね。それ用の。ということは次はアートパネル。アートそうですね。何らかの壁の飾りとかはありかなと思ってるんですよね。あとはまあ照明もありかなとか思ってたりするんですけど、そのどっちかやりたいなと思ってて。ぜひ。いやちょっとなんか次また作りたいですね。やりますか。こうやってタカさんと一緒の共同のお仕事みたいなのは、うん、ぜひ。あ本当ですか。やっていきたいですね。いやじゃあぜひ、はい、ちょっといろんな方向性を探りながら、そうですね、やってみたいなと、はい、でも多分視聴者の方も、はい、おそらく壁に飾るものどうしたらいいのか問題とか、あとは照明とかもなんかやっぱり選ぶの難しくて、それだったら結構安価に、安価っていうか今回みたいな価格よりもうちょっと安く作れるっていうか、上代は下げれるっていうか、ですよね。第1弾は結構 大掛かりなもんだったんで、もうちょっとなんか誰でも買いやすいものっていうのもいいかなと思ってたんで、あとはそのアートパネルのフレームとか、そうですね、その辺もじゃあできたらちょっと相談させてください。うわワクワクしますね。いや絶対面白いですよ。いやこれすごいな、いや、やりますか。やりますか。やったありがとうございます。やりましょう。じゃあお願いします。はい、ぜひ、はい、お願いします。お願いします。やるぞ。I guess no one's to blame. Nobody crossed the lineI guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we run so fast, maybe we got... はい、というわけでいかがだったでしょうか。すごくね、いい仕上がりになって、で流れでね第2弾を作ろうかというような話になってしまいまして、今まで世の中になかったもので、すごいね、自分が気に入ったものだけを作ろうと思います。もし、これも欲しいよっていう方がいらっしゃいましたらね、商品化もその後にね検討してみたいと思います。とりあえずねサンプルとして自分の分を作って、それで、まあそんなに欲しい人がいなければ別にそれまでなんですけど、欲しいよっていう人がいればね、また同じようにね前回みたいな感じで、販売する可能性もあります。はい、でまだねプロダクトとしてはゼロベースなので、これからどんどんね作るためにねいろいろ考えていきたいと思います。はい、というわけでね、また動きがあり次第ご紹介していきたいと思います。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。いやーすごい良かったですね。じゃあ次回もまたお楽しみに、どうぞ。